はい、あさみちゃんいらっしゃい、おはよう。ちょっと暑いからね、夕方ぐらいに行こうかなみたいな。はい、ラブリーちゃんもおはよう。あー、よう寝た、よう寝た、よかったよ、起きれて、よかった、起きれて。はい、エムちゃんいらっしゃいこんにちは。まあね、いろんな買い物がいっぱいあるらしいんだけど、花火が何時にあるか分かんなかったから、割と夕方に、夕方ってか夜付近にね出ようかなと思いましたね。あくびになっちゃってる。あら、かわいい。パピオンだ、パピオン。花火があるみたいよ。はい、小林ちゃんもいらっしゃい。みよちゃんもいらっしゃい。こんにちは。おはようございます。めっちゃ寝た。あ、リリピお茶店ってありがとう。助かります、いつも。ありがとうございます。うん、お腹すいた。やーん、ありがとう。みどりんちゃん、お茶ごちゃごちゃごちゃ、ありがとうございます。Thank you。ありがとう。それな、夕方になっても暑いんですよ、なかなか。いちょいちょ、よかったな、今日はな、ボムとお揃いコーデ横しましゃんまあいいよいいよ、のんびりしなす、のんびりしなせそう、今フェスへ向かってますね。フェス、フェス、うん、おそろっちしてるの。あー、暑。はい、ひろゆきちゃんいらっしゃい。うん、まあ本当はね、もっと似てるコーデがあったんやけど、ないからこれしかボムちゃんのサイズアップのせいで、まあ横島はこれぐらいかな。すーしすーし、中中いた。あとドッグランがね、ドッグランが有料だけどあるみたい。まあいくらぐらいするんかなみたいな。尻尾爆発してる確かに尻尾が、ボムの尻尾が花火みたいな。花火、花火。赤レンガ倉庫やからこっち側から行くか。よし、頑張るぞ。にゃん、深い、今日は深いな、水が。今日の花火は20時から20時5分。めっちゃ遅い。え、何時間後？え、私あと3時間配信しなきゃいけんの？もうちょっと後でよかったな、それ。めっちゃ長い。めちゃ長いんだが。あ、ほんと？中華街行ってきた？いいね。ちょっとね、調べて花火の時間がわからんかったからさ、そうだけん、ね、7時ぐらいかなと思ってたけど、まさかの8時かよ。え、犬フェスらしいよ。カレーフェスもやってんの？え、最高じゃん。いや、結構ねフェスって重なるんだよね。たまたまカレーフェスだったら嬉しいな。
ななこちゃんいらっしゃい。エネっていうお店かわいいよ。なんか韓国とな日本の有名なやつとみたいな、なんかお洋服がいっぱい出てるって聞いた。ツイッターはカレーフェスになってるって。まあ多分ね、前みたいな感じじゃない？前もドッグフェスって言われながらもさ、ドッグフェスだと思う。じゃあフラワーフェスだ。フラワーフェス行ったんよ。そしたらさ、あれだよ、なんだ、SKE48 のグッズ売り場みたいなのがさ、めちゃめちゃ乱入しててさ、みたいな。なんかフラワーフェスなはずでいい匂いがするはずなのに、めちゃめちゃ汗臭かったからね汗臭フェスみたいな、嘘でしょみたいな。どっちかっていうと SKE のグッズ売り場の方がの範囲が広かったもんね。うん、はい、匿名さんいらっしゃい、マジかよみたいなこないだな行った時、SKE かね、何いいか知らんけど、あ、じゃあさ、日向坂や。あ、くるくるいらっしゃい、今日はちょっと長くなりそうだ、配信が。一個一個しっかりめに見ていきますか、ボム先生。カレーやってるかもよって。フェス。あー、コインの方がいいかな。そう、今向かってる感じ。カレーフェスの入場料は1000円。あ、じゃあ入れないところだ、それ。うん。ブッチンブリンちゃんいらっしゃい。わからん。カレーフェスブースがあるんやろな。で、ドッグランフェスは、ちょっとその奥なんだと思う。海寄りなんじゃねみたいな。入場料あるところはね、だいたい犬入れないから一緒に。カレーが食えないって。犬フェスとは書いてない。嘘。え、犬フェス書いてないの。うん、多分カレーと犬は別だと思うよ。ドッグラン、ドッグランで調べてみて、多分あると思う、ドッグランで。3月で終わってる？花火あるんだよね、でも。これでもね、今ね、リスナーさんから言われて出動してるんだよ。何々祭りみたいな。ピグちゃんいらっしゃい。なんやって？やってるから大丈夫だよ。あ、ほんと？ありがとう。コインセンキュー。じゃあカレーと多分ドッグランフェスみたいなのがちょっとだけあるんだろうな。隅の方に追いやられてあるんやろうな。まあまあいい、まあいい。あとまあね、30分も歩けば着くし、まあ現状見てみましょう。今日は別に暇やからさ。朝に仕事終わらすべきだ。ねん。そう、今日暑いからね、夕方までちょっと寝てたのよ、しっかり。うん、そう、行けばね、どんな状況こっちは髪の毛爆発して、うわー、風強いね。こっちから行こうじゃん。スタンプラリー、なんだそれ。赤レンガでスタンプラリーやったことないな。はい、かずみちゃんいらっしゃい。マジで？あ、でも全然スタンプラリーね、犬とできるんだったら全然いいけど。はい、ママてっちゃんいらっしゃい。そう、すっごいでしょ。ありがとう、コインとコイン箱ありがとうございます。かずみちゃんもありがとう、ララコちゃんも選挙ありがとう。どうした。うん、待って、ボム、なんか歩き方変じゃない？今チャリに引かれた？ボム
ボムね、完全おかしくないかな。ボム、こんなもん、こんなもんか。なんか変な歩き方、なんか変じゃね。どうしたどうした。ちょっと一旦避難。足つったん。ごめん。なんかヨレヨレじゃね。氷入れてきた。水飲む。水じゃない。え、さっきおじさん引いてないよね、別に。どうした、チュッタ。チュッタいいよ。またそうだよね。引かれてない？大丈夫か？何があった？もう一回歩かす。でもなんか変な気がする。あ、そうそう、犬よいち、それ。足の裏に何かついてる。あ、ガムとか？ガムとか踏んだった。こっち側の肉球が痛そうっていうのはある。けいちゃんいらっしゃい。まあ普通か。うん、オッケー。1000円で入れるのね。大丈夫、ダメだったらカート乗っけるよ、ゴンちゃん。ね、そうそうそう、なんちゃおかしいなみたいな。うん、今んとこ異常はないけど。それかクック履かせる。クック、新しいクック履いてみる。ゴム、ちょっと履かせてみるか。じゃあなんか踏んじゃったのかな。ね、歩きたそうにはしてるから。いけるかな。いける、かっこいいぞこれ。ドッグ、かっこいい。ちょっと待って、早い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 。
折れ曲がって。いい、ちょっと待って、後ろがやばい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっとなんか後ろの足もげてきてるこっちなんか泣かすのこっちね、ちゃんと履けてないな、あれ、あ、ちょっと待ってちょっと待ってよ、奥まで履かせるかな、よし、お、ちょっと逆な、逆、こう、よし、え、こいつもなんかもげてきたかな、いや、むずこれよし、よし、お、お、いいぞ、いいぞ、いいぞ、できた、できた、あ、あれ、どっちの足だ、これ、あ、これ、前のクックか、あ、ちょっと待ってよ、こっち難しいな、よし、シンデレラボーなんとか、よいしょ、ちゃんとクック履かせてってね、ごめんね、あの、こっちがね、はい、どうだ、オッケー、よしよし、はい、行こう、これでしっかり履けたはず、ふぅ、よし、もげてない、もげてないね、大丈夫大丈夫、150発花火、オッケーオッケー、まあ、ちょっと靴がね、若干きついかなと思ったけど、まあまあギリ大丈夫、これ一番一応でかい お靴ですね、あ、いいじゃんいいじゃん、オッケーオッケー、よし、初、とりあえずマスク取っとくか、はい、ともともいらっしゃい、今からね、ドッグフェスへ行ってくるぜ、ドッグフェス日曜日まであるらしいからね、はい、しずくちゃんもいらっしゃい、こんにちは、あれ、待って待って待って、ね、おかしいな、もげてるね、こっちもげやすい、でもね、8時からなんだって、花火が結構遅いみたい、ちょっと、なんかおかしい、なんこれ、こっ
ちの足の裏の方が発達してる。よし、いけるかそれ。なんかこっち側の足が難しい。開けてるっちゃ。まあいいか。履かせてたらめっちゃ踏んだんやけ。トン。まあでも上手に履いとるわ。なんか、うん、31日も行くつもり。女の子たちに浴衣着せたらこっちの足だけでかい気がする。でかいのか靴がちょいちっちゃいのか履かせづらい。ん？ごめん。やっぱこっちだけもげるんだ。むずいなこれ。しっかり踏んで、しっかりよ、踏んでる。そう、ちゃんと、ね、よし。ありがとうございます。よし、これどうだ。あ、いけたかも。これでどうだ。めちゃめちゃサイズ感がぴったりであればね、多分ちょうどいいクックだと思う。4つ。いやダメだな、こっちだけが死んでるね。ごめん、こっち見て。なんだろう、靴の作りなのかな。あダメだ。こっちの足だけこっちにし。はい、ありがとうございます。あれどうなってる。ああ、ケツ見えない。多分サイズが合わないんだよね。ちょっと何かどうなってる。こうして。こっちか。こうして。あ、こんにちは。これでどう思う。サバイバル。
すごい。はい、やこんにちは。めっちゃすごい。ありがとうございます。ふかふか。こんにちは。いや、めっちゃふかふか。かわいい。ありがとうございます。大きいですね。そうですね、15キロありますね。ラーメンショップ。アポメです。めっちゃかわいい。ね、気持ちいい。で、できるね。じゃあ、お尻。じゃあ、やらしい、やらしい。レジすごい気持ちいい。 ありがとうございます。おお、お兄さん気に入っちゃった。嬉しい嬉しいな。いや、置いてかれた。めっちゃ可愛い。いえいえ、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ダネボンも歩け、頑張って。よし。だいたい靴履いて歩ける犬なかなかおらんけど。あ、そう、ちっちゃい頃から結構靴は。よし。ちょっとね、大きさが違うから。嬉しい嬉しいだな。あっち後ろ足はね、このちっちゃい靴でもいいかもしれない。右足だけやっぱこう利き足がでかいんかな。うん、利き足がもしかしたらでかいかもしれない。あっちっちっち。にゃん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 。そうそうそう、やっぱ人間もあるやん、利き手の方がでかい。そっち、そういう系かも。トキちゃんいらっしゃい、こんにちは。あ、スタバ伸びたいな、スタバ。そうそうそう、多分そっち系やな。だからちょっとね、右に大きい靴の方を履かせてみました。でも同じく後ろ足にこの青いやつを履かせると、なんだろうな、あれなんだよね、脱げちゃう。そう、今桃だもんね。桃ペチーノ、桃ペチーノ。お腹すいたけど、館内のストリートピアノに行ったことある？あん、んー、あ地下かな、あるよ。あれがストリートピアノなのかどうかすらはちょっとあんまりわからない。うんうんうん、あるあるある、見たことはある。うん、道は道、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 飲みなさい。前メイ・ジェイが歌ってた。マジで？いや、弾いたことない、弾いたことない。音楽苦手だからね。どうした？あー、わかった、ここか。うちがいつもカルディ寄ってるから。いい、大丈夫だよ、カルディ今日行かない。ありがとう、ありがとう。カルディ行かないよ。いつもカルディのお姉さんによしよしされる。カルディ大丈夫、今日は買わない。今日はボム、ドッグフェイス、みなとみらい。はい、行くぞ。はい、ほら、ありがとうね。ここでママ買い物はいつもしてるじゃん、みたいな。ありがとうね、気にかけてくれてね、優しいわ。ボムちゃんもな。ねえ、賢いね。覚えてるのがすごくない？いつも買い物してる場所。うん、優しいですね。垂れ目だ、ケイちゃん、ケイちゃん。なんかしゅいったん。
もう垂れ目イコールあ、じゃあケイちゃんちょっと近づきすぎじゃない、ボムこっちこっちに近づきすぎやないですか。はい、ももちゃんいらっしゃい。最低なミッキー僕はいつもミニーの紐をやってるんだ。ブラックカードを全部使わせてもらうよ。はあ、オッケー、トマトもありがとう。8時までぐらいはおるかも、あの充電が続く限り。充電が死ぬかもしれない。8時まで私は花火を見せれるのか、おわあおちゃてんてありがとう、 Thank you、 おわ携帯が尽きるのか、どっちか。あちそうよ。モババ持ってない。何モババって。モババ？そう、花火行く予定。一応花火を。あ、モバイルバッテリー。あー、つけてるつけてる。つけてるよ、もちろん。いや、みなとみらいとか行くときは一応持ってはいる。持ってる持ってるね。花火楽しみ。5分しかないらしいからね、みんなしっかり見とこうね。 5分しかないらしいです。しかも8時から8時後、意外と遅い。まあそれまではね、フェスのちょっとなんか料理がいっぱいあるらしいんで、それを楽しみましょう。5分ちょっと短いんだな今日の。でもあの31日のやつも行けたら行くから、そっちは1万5000発だっけ。いいじゃない、見えればな、楽しい楽しい。でも今日なんてあれじゃない、バクグラでいっぱい見る配信いっぱいあるんじゃない。なんか今日ツイキャス大手さんなんか面白そうな企画ばっかしだったよね。バクグラ3つとか3つ4つせなあかん。お、31日2万発やって。面白いよ、2万発やでよ。わあ、すごいねん、楽しみだ。はい、匿名さんいらっしゃい、こんばんは。あーちゃーち、あーちゃーち。だってボムの水だけで私の水がないわ、そういえば。あ、そうそうそう、それも見てた。もう着く、まあもうちょいかな。今やっと関内駅って感じね。にぎわってるよね、楽しみ楽しみ。いつでもうち見れないんだけどな。だから家をね、ギリギリまで出なかった。今日面白そうやったから。うん、オラも水買う。でもね、この辺ね、この辺街がスタイリッシュやからさ、なかなかね、あの自動販売機がないんですよ。大変なことに。いや、あんまりチェックしないけど、たまに時間があるときは見る。仕事中はなかなか見れないから見ない。けど朝からナナちゃんでしょ。ナナちゃんとダスー君と、これこれさんと、あと香川さんは見るようにしてる。お、デッドバイデイライトの T シャツ着てる。センスあんじゃん。ドッグカートは絶対持っとった方がいい。便利便利。これに買い物してこの中入れれるからね。
たまにノリノリ見たり、最近見てないな。うん、話しかけよう。どこに？ああ、ホストっぽかった。うん、靴履いてるよ。あら、あれ、あれ、靴ない。うん、ボム、ノリノリ事故ったの知らんの。あ、なんか鳩飛んできた。あれ何だったの。鳩は飛んできたけど、その時コラボ配信かなんかしてたから見てない。よく気づいたね。え、やばいの？あった。ごめん、いいか、靴。ここいいか。ね、え、昼休み自分からトラックにぶつかったらしい。危な、トラック相手トラック。え、大丈夫なの？怪我してないの？そう、一応はたちゃんとコラボ中だったから、でそれで配信も見れないし、そう、その時はちょっとコメントしないでって。ねえ、死ぬぐらいとか病院に運ばれたとかになったら、うちらはね、配信中断して向かうよっていう話はしたの。生きてるの？ゴムカート乗るって。また行けるな。怪我なし。ああ、そうなん、よかったよかった。普通に配信してた。あ、じゃあいいけど。そう、一応聞いたんよね。命に関わることだったら、あれだね、向かうよって。でもさ、たまたまさ、やっぱ時間がかぶってる配信者だとさ、ノリノリだって。うちら見に行けないからさ。そう、あー、そうなんだ。後ろぶつかっとって、後ろ衝撃波みたいになったんだ。ちょ、靴全部脱がせようか。あーあーあーやや、ちょっと、ちょっと脱いでってる。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。外れたの？あ、もうは、脱がせるんで大丈夫、すいません。ね、ぽいぽいしね、ぽいぽいね。ありがとうございます。ね、優しい優しい。もうついてっちゃってる。ありがとうございます。いや、嬉しい嬉しい。そうだね、横浜だね。そうなんですよ。ふわふわ。今から横浜の、そう、花火。え、今日？今日ですか？そうそう、あの港未来で赤レンガ倉庫。え、今日ですか？今日らしい。何時？8時から8時5分。で、あとドッグフェスがあるんで、行こうかな。はい。行こうかな。触った。ふわふわ。嬉しいね。色綺麗だね。ありがとうございます。今どこ真っ白だもん。500円だった。真っ白になっちゃう。嬉しい嬉しい。やだ、花火見た。今日は最高ですね。31日の方が多いです。
ありがとうございます。すいません。じゃあよかったね。ギャウギャウ。吸い込まれるようにそっち行ってた。靴ぽいって。靴後ろもいらんか。後ろいらんな。ギャウじゃないけど、あのミニスカートでお願いします。ミーポも今夜ありがとう。ちょっとだってクック脱がせようか。まあ別にそんな熱ないでしょ。足治ってそれ。やば。暑いから夕方、なるべく夕方じゃないとお散歩行ける。私も溶けちゃう。よし、水分と塩分、塩分は私だな。てか私の水がない。私の水が、あ、ちゃんと歩けるようになった。そうなん、明日が、あー、サンタイちゃんお疲れ。え、そう、行ってくるね。バイバイ。リスナーさんだ、サンタイちゃん。クック脱がせた時やから、ちょっと速くなる、スピード。ブーン。あ、あそこに自動販売機があるわ。あっつ。ここの水は何水？お、甘いか。うん、サンタイちゃん。今日のお出かけは大正解。今日ね、朝仕事終わったからもう今何もない。そう。あ、でもさ、スターバックスあるよ。スタバ行く？それかさ、スタバ行こっかな。桃飲んでみる。うん、近くにスタバが見えた。ちょっとね、8時まで時間ありすぎるから、ちょっとね、よそ見しながら行かないと。うん、ちょい休憩で、向こうでカレーフェスらしいからカレー食べて、水もと 買っときたいけど。よいしょ。あと2時間ね。でもね、ドッグランも行きたいんだよね。ドッグランもやりたいから、ドッグランも乱入してみたいな。まあまあちょうどいいっしょ。そしたら、花火5分だけだし、8時から8時5分だって。ちょっと待ってよ、ここにあるからさ。よいしょ。ちょっとダメダメダメ、入っちゃう入っちゃう。あ、すいません、あ、先どうぞ。もみちゃん、待って待って、ちょっとね、ママ買いに行ってくるから待ってて。うん、シュタバ、シュタバ買ってくる。うん、ちょっと桃買ってくる。ちょっと待ってて。
じゃじゃん、あ、いやいやごめんごめん、じゃじゃん、ピーチフラペーノ、クリーム飲んでみる、にゃおいちどーピーチ、はい、はい、ちょっともうダメ、いただきます、混ぜるんか、あー、なになになに、え、もうあれいるじゃん、セミ、ちょ、ママも飲ましてママも飲ませて、冷た、桃を丸かじりした感じの食感、ドラドラ、セミだ、セミ、ミミミミミミって言ってたんです、うめっ、うまっ、お、味濃っ、うん、味濃いね、ちょっと待ってみて、ママも飲ませて、ちょ混ぜないで、ちょっと下のなんかこうゼリーみたいな、すごい、これが濃いから、しっかり混ぜて、クリーム、桃のクリーム入りや、フラペチーノはね、こういうの乗って、本気、うん、梅雨明けはもうしてると思うよ、まあ、うん、うまっ、冷たっ、あー、ザ・白桃って、さっき水飲んでるけどね、わわ、クリームがうまいね、うめっ、カラスがさ、一匹のセミをさ殺そう、フルーチ、おいちおいち、まだ発表されてません、あ、そうなの、ちょ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 、早い、セミいるわ、冷て、歩いてく、まだ飲むの、ボムの唾が入ってるんだよね。そこまで飲まれた。うぬつきちゃんありがとう。決めた。いや、味見多くない、ボム。味見多くない。それこれカップ取る。上のクリームだけ舐めたりするか、ちょっと、あ、ベッタベタ、ちょっと待って、ちょっと、それはちょっと、ちょっと、行き過ぎ、ま、ちょっとママ飲もう、バイキンタクス、うまい、うん、おいしい、冷た、こんな急いで桃を飲まなきゃいけない、
冷たっ。ママの亡くなる、うん、上のね生クリームみたいなのな舐めてる。もう生クリームないやろ、フラペチーノの、フラペチーノの部分舐めてる。もうないんや。あー、ちゅんた、いいね。なんかもうなくなった。汚な口。口汚。口汚。口汚。いや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 、おいしいね。ちょっとバムバム。ちょっと顔が汚くなる。もういいじゃない。もういいんじゃない。汚ねー。すげえやんちゃな顔になっちゃった。じゃあ一回ママ捨ててくるから。なんもないよ。わあ、もう入れすぎ入れすぎ顔。ちょっとちょっとちょっと、もういいでしょ。もういいでしょ。ああああああ。なんなんなん。なんなん。あんちゃんもう毛が汚くなっちゃった。ね、ちょっと桃出すから、ちょっと待って、桃舐めたい。桃。下下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 。ちょっともういいか、もういいか、もうちょっと、ちょっと待って、ママそれ以上汚んだったらちょっと掃除しきらん。ちょっと待って。ありがとうわ、ね、嬉しいね。本当だよ、虫歯になるわあ、でもそんなね甘すぎない感じの本当のなんか果汁の桃みたいな、うん、なんか加工されたピーチ感がなくて白桃って感じだね。美味しい白桃のなんか ジュースみたいなやつをなんかこうシャーベットにした感じかな。そんな甘くないやつ。あ、生き返る。腕焼けたね。お散歩行きまくってる。うんち、うんち、うんち、
それでもね、日焼け止め塗りまくってるのよ。ダメね。どこまでうんうんしに行くんだ。前に行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。見せたがり？今ここに来て。あ、ちょっと。うんうん。